生ニュース。竹桜です。ただのボドムです。宮本です。はい、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。さあ、ということで、話し合いのやつやっていきましょう。はい、いやー、まあ、今回、はい、まあ、我々ね、フライングモンスターニュースってやつをやらせていただいたんですけれども、はい、まあ、ちょっとね、数多くのご情報の方をちょっとお伝えしてしまいまして、大変申し訳ございませんでしたというところなんですけれども、それ以上に、はい、すいません、本当に当ててしまったブリーチコラボ、ブリーチコラボ、はいはいはい、第2弾、はいはいはい、まあ、ミアボーのね、はいはい、あれでしたけど、予想開催というところを、はい、まあ、こんな軽い気持ちで、はい、的中させてしまい、誠に、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。当ててしまいすいませんでした。当てたら当てたらなんか変な感じになるっていうことがよく分かった。いやもう本当にね。でもこれいつもさ、まあ、実は結構ガチで予想してますからね、これ。そうですね。そうそうそう。そう、ふざけながらもうガチ予想。そうだ、今回のね、そもそもブリーチとか結構ね、うん、アニメが始まるとか、うん、なんかその、ね、終電だとか、そういうのから、はいはいはい、導き出してますから、はい、それは我々だって、ガチで予想してるわけですよ。うん。まあちょっとまあ、そのみんなと意見のあれ、ちょっとあれがあったかもしれないけど、はい、僕はいつも全部本気っすよ。うん、なんかそれぞれが本気なの。そうそうそう。そうね、ふざけてるみたいなこと言ってましたけど、全然ふざけてないっす。真面目なんで、ちょっとそこは勘違いしないでください。これいつも撮る前めっちゃ練り上げてます、ね。めっちゃ普通に話し合ってます。そうなんです。今も隣にメモをね。そう。はい、前回何をね、そう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 、言ったかっていうのをこう見ながらしっかりやってますから我々。一切ふざけてません。はい。うん、まあ普通の日も来ますし。はい、船の日もね、来ますしね。船の日は来ますね。これも当たりましたね。それはもう当たりましたね。来るんで当たりました、はい、で、オールスター監視ガチャは来なかったですね。まあ、それは、ね、来なかったですね、はい、で、重心化はフォルテ、エル、アキムラ、まあ、光属性はあってたかな。そうですね、そうね、まあ、ギリギリ、うん、まあ、じゃあ実質惜しいところ、まあ、実際あってたってことですね。そうですね、はい、あ、まあ、いいっすね、いいことですかね。で、まあ、ブリーチのキャラをね、はい、いろいろ出ましたけど、まあ、中心化回とかも、まあ、ああ、ね、来ましたね。はい、的中したし、うん、はい、まあ、全部合ってた。もう全部合ってましたね。今回は結構誰強かったんですか。そうですね、まあ、逆に申し訳ないっていう気持ちですよね。当たってしまって、いやでもまあ逆にやっぱフライングモンストニュース見てからモンストニュース見た人はもうみんなドキドキしてたのね、うん、何が来るんだ何が来るんだ何がねこう合ってたんだろうかって答え合わせしながら見たんじゃないですかね、うんうん、もうちょっとね、はい、コメントとかでもうちょっと褒めてもらってもいいですけどね。ただやっぱりさ、その本当のモンストニュース見てくる帰ってきた人たちがやっぱりいたから、ね、うん、合ってましたね、いや、もう本当当たってましたねみたいな、ちょっとまあ褒められるようなことはしてない。はい、はい、まあそうですね、はい、ちょっと何言うか忘れちゃった、はい、まあでも本当に我々心を込めてお届けしております。そうです、はい、はい、真面目にやっておりますんで、はい、真面目に反省もしてます。まあなんでね、ちょっと次回もちょっと精度上げていきたいですね、うん、まあそうですね、はい、あ、でもまあ、でもまあコラボ始まっちゃうから、まあそんなに、なんていうの、でかいのはね、でかいのはまあ、来週は来ないでしょうね。来週のニュースは、あ、まあ追加情報が来るらしいですね、ブリーチコラボ、水曜です、うん、水曜だから1日ですよね、うん、で、火曜日に我らはフライングです。来週はフライングするとしたら、性能詳細じゃないですか。あー、まあ、なんかまあわかんない、その難しいクエストがね、うんうん、来るのか来ないのか、まあ上級力相手でしょうね。あ、まあ、あれでしょうね、これは。その辺の、あ、これフライングの時言った方がいいかな。いやいや、でもフライングフライングしちゃうんだよ。まあ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 、そうですね、まあそんな気がしてます。エスパーが出てるからね。そうです、まあまあまあ、我々のね、もう分かりましたよ、傾向が。もうやっと、うん、もう前回も言ったけど、モンストニュース今回見させていただきまして、はい、もう全て分かりましたね、お、何が来るのかというの、うん、はい、なんでもう来週からは、まあ、精度 98%
だいぶ高いで、いくと思います、はい、なるほど。グッズとかはね、ちょっと分かんないけどね。まあ、グッズはちょっと難しいね。うん、さすがにやっぱきついんじゃないですか。そうなのね、予想の斜め上というか、うんうんうん、モンスターコラボ来なかったですね。ね、でも逆にあれ見て考え始めたかもしれないから、モンスターとモンスターストライクあるかもしれない、はい、エナジードリンクね。そうそうそう、非常に欲しかったですね。楽しみですね。あとは、はい、450のレベル緩和もされなかったですそうですね、まあでもあれですね、多分ちょっと時期変えたんじゃないかな。あ、見ちゃったから、ああやばいっつって、やばいっつってここまでやってられたら本当にいよいよやばいからっつってちょっとスライドさせて、周年の時の大型アップデで入ってくるんじゃないですかね、はいはい、なるほどね、はい、なるほど。新しいキャンペーンとかでね、うん、来るぞーっつって、うんうんうん、言ってるかもしれない、言ってるかもしれない、はい、なんでね、そちらの方も楽しみに、はい周年が近いとね、はい、あのやっぱこう腕が鳴りますわ、あとフライングの、そうですね、フライングしがいがあるんだ。周年はやっぱり重心化も枠が多いからさそう、まあでもね、運営さんね、多分ね、450忘れてると思うんだよね。でも追加してるっち追加、だってこの前のさ、生放送見た中の人、うん、なんか3人のさ、ミッションを、はい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 、挑戦、挑戦みたいな、うん、450設定すらしてなかったから枠空いてんのあ、これ、あれもしかしたら少女忘れ消し去ろうとしてるかもしれない、うん、なんかペンネのステージをなんか、うん、貴族性キャラでやるショットとかね、はい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 、あったんだけど、うん、守護獣あれなしだったの、なしで縛りだったのかな、縛りだったのかな、あれって思ってしまうぐらい使ってなかったってことで、枠ポンって開いててあれこれビビアンとか使えるんだまあビビアンが一番、まあ多分レプリカ使えないんだろうから、まあ、レプリカは分かる、まあね、公式放送とかでね、コラボ使えないんだろう、もう何も入ってなかったから、あ、これもう使っちゃダメなのか、それとも非推奨なのかっていう非推奨よくわかんないすごいあるのに推奨されないプレイそうそうなのかっていう、俺はもうあの放送を見た時に思ってしまったなるほどね、じゃあそこら辺もやっぱりこの緩和によって、そうですね、だからあんま今のところ推奨されてないかもしれないですね放送見る感じではびっくりしましたね。まあでもね、あるんで、はい、頑張って、かけら集めて、そうですね、行った方がいいのかな。うん、すごく集まるんですけどね、やれば。もう、かかさんや終わったんでしょ。バカさんや終わりました。さんや終わってます。早いんだよな。はい、ということで。じゃあまあ、はい、今回は、この反省が少ないからね。はい、まあだって当たってるわけで。まあでも本当楽しみですね、ブリーチ。うん、ブリーチ楽しみですね。うん、そうね、はい。キャラが強そうっすよね。キャラ強いですね。うん。やばそう。ね、そちらも楽しんでいきましょう、はい、じゃあ最後はい、ということで、我々メンバー限定放送もやってますんでね、月1で、ね、月1でやってますんで、ぜひメンバーね、ご参加お待ちしております。ということでご視聴ありがとうございました。また来週、はい、お会いいたしましょう。バイバイ。